毎度お世話になっております。夏色ハイスクール実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。さて、前回アナチコと俺に次元の狭間に飛ばされた体にされて遊ばれていたメグ姉が、一日部活に来なかっただけで最近顔を見ていないわと部長に心配され、当のメグ姉からも久しぶり扱いされるという奇妙な事件が起こりました。夏休み中、浮気をしつつも一途な思いで玉袋さんを射止めたリア充としては、幼馴染の気候を放ってはおけないのですが、前回のコメントでですね、この弥生さんのイベント、私が失敗をしまして、その際に、せっかく面白いイベントなのに選択肢間違えるとか、さすがスコンブというふうに煽られました。いやー、視聴者さんがね、そこまで押すイベントであれば、一実況者としてやり直さないわけにはいかないじゃないですか。やり直しますよ。そんなにこのイベント面白いって言うんだったらね、僕はやり直しますよ。いやー、さすが俺だな。さすがスコンブさん、気配りができる最高の実況者ですねって言ってくれても構わんのだよ。前回これを選んだんだよね。で、正解はこれらしいですね。じゃあ、見てみようか。実は、タツカアミサメに会いに来たんですよ。また課金ガチャしようと思ってね。まあ、タツガミ様に？でも、どうしてあなたが？早速、お祈りの成果でもあったの？あったあった。この島の住人全員の下着が拝めたよ。さすが、タツガミ様やね。成果っていうか、本人出てきちゃいましたけどね。どういうこと？だから、辰神様本人が出てきちゃったんですよ。めっちゃうさんくさいおっさんだったけどな。おっさんっていうかおじいさんか。言ってることが全然わからないわ。本人って、辰神様のことよね。ここで祀っている神様が現実に現れたってことなの？そう言ってるじゃないですか。何そんな疑っちゃってんの？巫女なのに。まあ、信じられないのも無理はないですけど。うん、信じるわ。私にも合わせてお願い。めっちゃ食いついた。合わせるとか合わせないとかそういうんじゃないんですけど、どっちかというと勝手に出てくる感じです。お金払えば出てくるよ。あなたが呼び出せるわけじゃないってこと？賽銭箱にお金を入れてガチャ回せば出てくる。まあ一つ方法はあるんですけどね。何よ、どっちなのよ。あるんなら早く言いなさいよ。っていうか今すぐここでやってみせて。あるのかないのかどっちなんだ。ある、ない、あるよ。そんなやりとりが昔ありましたね。やってもいいんですけど、多分弥生さんには見えないと思いますよ。辰神様がそう言ってましたから。どういうこと？神通力が足りないとかそういうこと？辰神様を識別できた人間は俺が初めてだって辰神様本人が言ってたんです。この神社の人間でさえ気づかないのにって。まさかそんな、嘘よ。私はまだ会ったことがないだけ。会えば必ず見えるはずよ。それはどうかな。弥生さんに初めてここに連れてきてもらった時も辰神様がいたんですけど見えてませんでしたよね。巫女なのに。いなかったもの。巫女なのに。あれ、弥生さんってこの神社の巫女ですよね。いたんですよ、その時は。俺全然知らなかったから、ここの掃除のおじさんかと思ってたんですけど。でもあなたはそんなこと一言も言ってなかったわ。いや言ったし、そのおじいさんは誰なんですかって。だって急に掃除のおじいさんの話をするのもなんか変でしょ。私も見たかったのに。掃除のおじさん。掃除のおじさんじゃないよ、ガチャの神様だよ。掃除のおじさんじゃなくて本当は辰神様なんですけどね。どっちでもいいわよ。どっちでもいいのかよ。今ここに掃除のおじさんを呼んで。雇いなさいよ、そんなの知らないよ。辰神様じゃないの、掃除のおじさんが見たいの。辰神様が聞いたらへそ曲げちゃうんじゃ。呼ぶの？あ、来た。あ、いた、いるよ、いる、掃除のおじさん。何よ、ぼーっとしちゃって。後ろ見てくださいよ、弥生、後ろ後ろ。そっちじゃねえ。ないじゃない。もうちょっと左。後ろがどうしたのよ。
なんか辰神さんってなんか犬みたいだよね。こういう犬いるよね。まあそういうことなんですよ。今そこに辰神様がいるんですけどね、弥生さんにはやっぱり見えてないみたいですね。え、嘘。ちょ、そっちじゃない、ちょっと左、斜め左。どこ、どこにいるの、掃除のおじさん。もう掃除のおじさんになっちゃってるんだけど。辰神様ですってば、失礼でしょ、自分の神社が祀ってる神様に対して掃除のおじさん呼ばわりとか。おっはっは、神社の娘もこのざまや。わしの力が戻ってないせいもあるんじゃろうが。逆になんでアナッチには見えてるの、変態だから、変態だから見えてんのかな。あ、だとしたら今このゲーム画面を見ている俺と皆様も見えてるってことじゃないですか。辰神様が変態ですね。とんでもねえわ、変態が集まる動画だわ。どうにかして見えるようにならないんですか。何、何の話。わからん、こればっかりは待つしかないわい。待つっていうのは辰神様の力が戻るのをっていうことなんですか。うん、そうじゃ。いつ戻るんですかそれ。ああ、私をのけものにして楽しそうな会話をしないで。そうだ、通訳、通訳してちょうだい。ん、いや、めんどくせえな。おいだらの、うるさいから戻るわい。うるさいから戻るそうです、弥生さん。ほい、それじゃあまた。さらばじゃい。戻るってどういうこと、うるさいって。今日はあの出てくるとき、ほーほーいっていう不愉快な掛け声は出さなかったね。自重してくれたのかな。もういませんよ、消えちゃいました。なんで、どうして消えちゃったの。私まだ会ってないのに。掃除のおじさん。まだ言うか。弥生さん諦めてください。見えない聞こえないんじゃどうしようもないですよ。だから通訳をお願いしたじゃない。そんな拗ねないでよ。いや、なんかやりにくくて、主に弥生さんのテンションがですけど。ずるいわ、独り占めなんて。何か見えるようにする方法はないの。辰神様に聞いてみたんですけど、ないって。どうして。弥生さん、すみません、俺もそろそろ帰っていいですか。行けず、薄情者。怖い、弥生さんの目が怖い。俺にもどうにか、ん、俺にもどうにもできないんですってば、許してくださいよ。だって、だってせっかくの面白い発見が。弥生さんってオカルト好きなのにこういうのに恵まれてないってね。よくあるパターンだよね、オカルト大好きなくせに、あの霊関係とかそういう超常現象に鉢合わせできないっていうの、二次元によくあるパターンだよね。諦めてください弥生さん。もういいわ、私は私で他に方法はないか考えてみるから。きっと何かあるはずよ。あ、別なスイッチやっちゃった感じ。それじゃあ失礼しますね。全然無関係な一般人に見えて、この大神神社の人間に見えないなんてことありえないもの。弥生さん、お菊ちゃんは見えてるのにね。性別もっと違う何か、それを見つけないと。答えは財力だよ。もうもっとね、お金をかけてガチャを回し続ければ出てくるはずだよ。10万円くらい使えば出てくるんじゃない。もう聞いてないみたいだな。では今のうちにエスケープするに限る。お、逃げた。いや、確かに面白いイベントでした。見てよかったわ。いやー、さすが視聴者さん、視聴者さんの言うことは完璧ですね。じゃあ帰ろ。なんだっけ、3日後に飛べばいいのか。3日後に飛ぶよ。デスクリムゾン、3日後に飛んできました。メールが来てますね。イベントはあの2つで終わりだったのね。2つっていうか、部長とメグネ。お、メグネからだ。ごめんね、アナチ、今日はごめんね。本当に急ぎの用事があったんだ。ここのところちょっと忙しくしてるけど、私は大丈夫だから安心して。それじゃあまたね。世界モテ男ジュニア部門優秀賞を受賞したこの俺に何でも相談してほしいな、メグね。幼なじみなんだからね。水臭いぜ。お、玉木ちゃん、やっと
マイスイートハニーのイベントが起きるわ。ただいま読み込み中。たまきちゃんのイベントに行こうと思ったんだけど、またこの子またこの子か。そろそろ俺に惚れてくれねえかな。こんにちは。あ、話しかけるつもりまだなかったんだけど、ちょっと近づいただけでイベント発生しちゃうのか。う、また君か。もう俺は何もやらないからね。そう言わず、もう一度だけキッカの頼みを聞いてください。キッカなのか。あー、やっぱキッカなんだね。ナトリキッカなんだ。わかったよ。お断りだ。あー、しょうがない。おじさんは幼女の味方だからね。わかったよ、しょうがない。今回で最後だからな。あの、サンシーのミクリア先輩にメールの返事を聞いてきてほしいんです。あー、前回渡した野球部の人？サンシーのミクリア先輩？よく知らないな。あれ違うね、名字違うな。でもどうして君のメールの返事を俺がわざわざ聞きに行くの？理由なんてどうでもいいじゃないですか。早く行ってきてください自分のあれでしょ、色恋の問題でしょ。そんな見ず知らずの人に頼んじゃって大丈夫？はいはい、びっくりするほど自己中心的だな。やれやれ。まあ、そんな子に振り回される気分悪くはない。ミクリア先輩ってどこよ。 3C に行けばいいのかな。クエストか。ナトリキッカからミクリアシンノスケでいいのかな、にメールの返事を聞いてくるよう頼まれる。メールで聞けばいいのにと思いつつ断れなかった自分を悔やむ。生徒会室ね。はいはい。いや、仕方ないね。おい、しんのすけ。あ、いた。ミクリア先輩、ナトリさんっていう1年のこと、1年のこと知ってますよね。1年のこと？ 1 年の子じゃなくて。ナトリ、ちょっとよくわからないな。おい、認識すらされてないじゃないか。本当にメール送ったのか。え、彼女からメール届いてませんか。来てないけど。あれ、そもそもその子のこと知らないのにメールだけ来るわけないと思うんだけど。どういうことだ。ナトリちゃんが実は俺の気を引くために虚言を吐いたって可能性が微粒子レベルに存在するとは思わんかね。いや、あるな。それは、それもそうですよね。すみません、お邪魔しました。まさか嘘。いや、これ来たね。俺の気を引いてるんだろう。わかってるんだよ、ナトリちゃん。いや、キッカタソ。ちょっと、ミクリア先輩にメール送ったなんて嘘だろ。君のことなんか知らないって先輩言ってたぞ。そっか、やっぱり覚えてなかったんだ。どういうことなのか説明してくれないかな。俺だけ恥かいたみたいな感じなんだけど。いいんだよ、もう君の心を偽らなくても。さあ、僕の胸に飛び込んでおいで。ちょっと汗臭いけどね。嫌です。あ、はい。え、もういいです、ありがとうございました。え、ね、ちょっと、なんだか全然わけがわからないよ。もうあの子には関わりたくないよな。照れてるんだろうね。うん、わかる、わかるよ。魅力的な異性を目の前にしたらそうなってしまう。わかる、おじさんにもそういうことがあった。今もあるけど。お、クエストか。時間的にどうだろう。最初の大神先輩と辰神様の茶番劇で10分くらい使ってるんだよね。次回にしようかな。クエストだと長くなるんだよね。いや、いけるか。いや、行こう。先輩、玉木取材なんだけど協力してくれるよね。やっぱりね。うん、わかった。うん、わかった。一緒に行こうか。やったー、ありがとう、先輩。僕には玉木ちゃんだけだよ。うへへ。きっとナトリ君も玉木ちゃんのようにこの後素直になって先輩大好き、牛抱きみたいな展開になると思うんだ。おかまおかまの愛情。おかまなんて、ああ、いたな、おかまな。あの人でしょ、あの、バーにいる人。玉木と一緒にバー、マカロンのママ。なんて読むんだこれ。もみじまよしほ
を取材しよう。今日の取材はバーマカロンではなくカフェドゥレーブで待ち合わせをしているらしい。喫茶店か。よし行こう。止まって先輩ありがとう。今日もたまきちゃんの脳天を直撃してやったぜ。おかまだ。あの、すみません、カバシマさんですか？あ、カバシマか。もみじまさんじゃないんだね。そうよ、私がカバシマよ。あなたが私に連絡くれた人？この人、ナオミちゃんのチアリーディングを見てた人だよね。っていうか一緒にやってた人だよね。はい、夢広報道部1年の島袋たまきです。まあ見かけによらずたくましい名前だこと。おい、あんまり名前に触れてやるな。玉袋スジ太郎さんの名前に触れてやるなよ。ま、今日はよろしくお願いします。それでこっちは先輩の宮古昆布です。よろしくお願いします。あら、意外というとこじゃない。ぱっと見ちょっと頼りなさそうなところが母性本能をくすぐるわ。え、やめてください。死んでしまいます。あ、ははは、どうか一つお手柔らかに願います。でもね、なんかオカマの人にモテるとさ、逆に異性として勝利者な気分を味わえない？そんなことはないですかね。すいません、そんなことはないかもしれません。適当言いました。カバシマさんはスナックを経営しているそうですが。違うのよ、私は経営者じゃなくてただの雇われママ。雇われなんだ。ほらよく見てごらんなさい。目の前のこんな格好したおじさんにお店を経営する才能なんかあると思う？オカマの人の話ってなんか聞いてると面白いよね。でも人を見かけで判断するなって。オカマバーって1回だけ行ったことあるんだけどさ、めっちゃ面白かった。あれはね、リピーターになる人の気持ちがわかるかもしれない。人生経験豊富だしね。なんかそれはそうだけど、限度ってもんがあるでしょ。あの、まだそういうのは私にはわからないっていうか、そのすみません。玉木ちゃんはオカマの気持ちは知らなくていいと思うよ。あらやだ、そんなことで謝らないでよ。私がタマちゃんをいじめたみたいじゃない。なんかタマちゃんって可愛いね。タマちゃん、玉木ちゃんって言うんでしょ名前。だったらタマちゃんでいいじゃない。ね、ねえ、そっちの彼氏さんはなんて呼んでんの？え、スジ太郎さんって呼んでますけど、主に玉木ちゃんですけど。木がないだけで同じじゃない。それに短い方が呼びやすいし愛が感じられるでしょ。うん、弥生さんは玉木ちゃんに対する愛がないよね。ということはね、じゃあ割り込むか。その理屈だとカバシマさんに対してはカバさんまたはカバちゃんと呼んだ方がいいということになりますけど、カバちゃんがいいな。カバさんはね、ヒポポタマスみたいで嫌だもん。結構アフリカで凶暴らしいしね。あら懐かしい、昔はうちの常連さんたちはみんな私のことをそう呼んでくれたのよ。それが今じゃママママって、私はみんなのママじゃないわよって時々言ってやりたくなっちゃうのよ。やっぱ面白いな、おかまの人の話は。だからあなたたちは遠慮しないでカバちゃんって呼んでくれていいわよ。わかったよ、よしよ。はあ、考えておきます。さすがに初対面の人にいきなりはな。ということだからタマちゃんでいいわよね。あの、別にいいです。それでもあんまり呼ばれないよね、タマちゃんは。タマちゃんじゃない、スジ太郎さんはね。だいたいタマ袋さんとかね、ポコチンさんって呼ばれるもんね。あらよかった。それじゃタマちゃん、さっきの経営の話の続きだけど、私が雇われママだとしても何か聞きたいことはある？あ、はい。では最近のお店の状態はどうですか？いや、そういう切ない話やめて。カンコドリが泣いてるんですか？切ないっていうことはやっぱり厳しいんですか？まあこの島でね、オカマバー経営してても人来ないだろうしね。あ、でも理事長は常連らしいよ。そうよ、最近はもう常連さんたちのおかげでなんとか持ってるようなもんなのよ。あなたたちが早く大人になってうちの店に来てくれたら少しは景気が良くなるかもしれないんだけど。カバシマさんはいつ頃からそういう、その格好をしていらっしゃるんですか？それはつまりいつからオカマなのかってこと？あ、は
いきなり話が飛んだわね。まあいいわ、あれは私が中学3年の頃の話よ。長え結構長えぞその話。3行で頼むわ。あ、よかった、フェードアウトした。それで店を任された次の年にはねよかった、全部話聞かされんのかと思った。あの、すみません、時間もだいぶ押してしまってるので次の質問へ移ってもいいですか？何時間思い出話語ってたんだよ、日暮れてんじゃん。まだまだこれから面白くなるところなのに、うん、いや、ちょっともう遮った方がいいな、このおばちゃん。ではその話の次、続きはまた今度ゆっくりと。あら、あなたが聞いてくれるっていうの？No。 それなら構わないわよ、っていうか私的には大歓迎よ。話の長いおかまちょっとな。先輩、大丈夫？あ、うん、どうせ俺結構暇あるから。おかまと喋ってる暇はないだろう。そうじゃなくて、あの、先輩が樺島さんみたいに。あらやだ、玉木ちゃん、そんな心配してくれてるの？可愛いとこあるじゃない。今度おじさんがチョコレートあげるからね。何を言ってるんだ玉木ちゃん、俺はノーマルだよ。そんなの分かりきってることじゃないか。ちょっと変態知力プレイが好きなだけだよ。それはそうなんだけど人間、誰しも隠された性癖というものがあってね、それって開拓されて初めて分かるものなのよ。開拓されたい、玉袋さんに開拓されたい。隠された性癖。おーい玉木ちゃん、そんなの真面目に信じちゃダメだよ。樺島さんも止めてくださいよ。あ、やめてくださいよか。いくらなんでも女子高生相手に不謹慎じゃないですか。あら、私は年齢なんて関係ないと思うけど。イグザクトリー、俺もそう思います。ダメなものはダメです。ほら玉木ちゃん、取材はどうしたの？取材。あ、ごめんなさい。これからちょっとワイダンしようよ、みんなで。それで樺島さんはそのそういう感じになって、今までというかこれからも含めてなんですけど、どういう恋愛を求めてるんですか？それはオカマの生き方に対する質問ね。そうなんですか？結局そういうことになるのよ。愛情の対象が性別の垣根を越えちゃったのがオカマの一つの要件でもあるんだから。なんか夏色ハイスクールのくせに深い話してる。自己愛という意味でもそう、身も心も女性のようになりたい、女性でありたいと思ったからこうしてるの。だからどんな恋愛を求めるかと聞かれれば、女性として理想の男性と結ばれたいって答えるわ。おお。その理想の男性像というのは？そうねそっちの彼氏さんみたいなのも結構タイプよ。やめてください。は、俺？ダメです、絶対ダメ。これスタッフさんがオカマさんに取材したのかな。じゃなきゃオカマの気持ちが分かるスタッフがいるってことになるよね、 D3 パブリッシャーに。冗談に決まってるじゃない。いやね、タマちゃんたら本気になっちゃってん。シンプルシリーズザ・オカマとかいうの出してくれないかな。やらないけど。好みのタイプは内緒よ。人に言ったら願いが叶わないってよく言うでしょ。大神神社のご利益もなくなっちゃうかもしれないし。いやー、あの神社の神様ね、すげえ俗っぽいから無理ですよ。ご利益とかないですよ。結構賽銭積まないと叶えてくれないですよ。大神神社に願掛けしてるんですか？ええ、お釜の願いでも聞いてくれるかどうかは私も知らないけど。願いを聞いてほしいのか、金を払えって言ってきそうだもん。なんか実際に思ってる人がいそうな雰囲気だな。あ、そろそろお店開ける時間。ごめんなさいね、私もう失礼しないと。あ、もしまだ聞きたいことがあったらまた連絡してちょうだい、タマちゃん。はい、今日はどうもありがとうございました。いやー、いい人だったね。それじゃまたね。ごめん、まだいたけど、いい人だね。タマキちゃん、お疲れ様。タマキ、うまく質問できなかった。いやー、でもやっぱオカマの人って話上手であり聞き上手であるから、人から話を聞き出すのはうまいよね。そんなことないよ、ちゃんといろんな話聞けたじゃない。こっちがね、聞きたいことがなかなかまとまらなくても、向こうがそれを察して引き出してくれるっていうところがあるからね。でも今日の取材まとめられるかどうかわかんないよ。
なんで俺こんなにオカマに詳しいんだろう。嫌だわ。もしもの時は俺も一緒に考えるから、とりあえず取材結果の整理まではやっておこうよ。うん、ありがとう先輩。じゃ部室に戻ろっか。はい。メグ姉のいない部室にな。メグ姉の消えた夏。はい、じゃあ今回はこれで終了します。次回は9月4日終了したところから始めようかな。うん、はい、ではまた次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。